藤原ランドです。さあ、今日はお休みなんですが、ランチにケンタッキーを食べていきたいと思います。久しぶりだわ。久しぶりじゃん。私も久しぶりよ。え、そうだっけ。うん、今ボビちゃんはお昼寝したところですので、うん、ちょっと音量は小さめに喋っております。さあ、今日さ、ママの家はフィンチ、あのね、ティーズっていうのね、英語のティース、うん、ハメ、ティーズって言ったらがさ、ちょっとっていうのね、うん、難しいじゃん、うん、それを教えてたらすごいバチッと汚いか汚いちょっとだよ、ちょっとだよ、本当にちょっと、えちぇプップってしてあげようか、ポテトにポテトにケチャップみたいにプップってしてあげようか。いいんじゃないよ、プップって。さあ、それでは食べていきたいと思います。嫌がられるお年頃です。はい、登録ボタン押してね。和風チキンカツバーグ、うん、これ好き。和風チキンカツレツって書いてますね、うん、カツレツって何。お姉ちゃんはオリジナルチキンとポテトとビスケット、うん、レモネード美味しい。炭酸の方にしなかったの？うん、なんか炭酸炭酸、うん、私チキンから食べる。パパ大きい方食べる？うん、あ、落ちたっけ。おいしい。今日チキン持てるところ入ってなかったね。うん、うん、確かに、うん、好きなとこでしょ、うん、うん、なんか子供ができると、うん、オリジナルチキンも一番ジューシーなとこなかなか食べれなくなるね。あ、パパにジューシーなとこ置いてあるよ、これ。ほんと？ほら、ほんと？うん、ママとお姉ちゃんは割とさっぱりの胸っぽいとこ食べてる。うん、そうなの。うん、そうよ。お姉ちゃん、お姉ちゃんってそういうとこのが好きなの。なんかブニブニしてるの嫌いだから。なんか、うん、いつもそっちは入れた。俺こういう繊維っぽいのが好きなの、お姉ちゃん。あ、そう、うん、な、ここほら、うん、本当だ、うん、じゃあパパあげるのいつも間違えてた。うん、パパって分かってないよね。うんって、パパが今の言うまで気づいてなかったですね。何言ってたよ。いつも言わないじゃん。モテるところか、モテるところか、こういう胸っぽいところ。ちょっと待って、我慢してたの。あんまり言うと怒っちゃうからね、パパね。そうなの。そうなのって、それが怒る。ここやげんなんこと見てるの、うん、早っ。ハンバーガーちょっと大きそうなのか。ケンタッキーのハンバーガー、うん、小ぶり、小さくなったよね。2か3いけるな、ね、うん、今チキンも頼んでるからね、うん、パパチキン2必要だったんでは。足りなかったら、うん、冷蔵庫にサラダチキン入ってるから。あ、ちょっとやってきたしね、今、うん、ママの最近こっちの胸っぽいところの方が好きだ。あ、そう、うん、まあ、そこも美味しいけど、うん、美味しい。やっぱりケンタッキー以外でこの味食べたことないもんね。ね、すごいよね。あのデパ地下とかでもフライドチキン売ってるけど、やっぱりちょっと衣も違うよね。やっぱすごいと思う。なんか秘伝のスパイスね。うん。
緒に食べたくなるんだよな、ケンタッキー、うん、あの思い出すと無理系のやつ、ね、そう、思い出したら食べずにはいられない系だよね。天一のこってりとね、あー美味しいよね、ずいぶん食べてないね、うん、うん、メロンソーダ、うん、おいしい、うん、キャベツシャキシャキ、なんでちっちゃい時このおいしいに感じる気合いだったんだ、うん、ね、じわじわがピリピリに感じたんじゃない、タンさん、ほんと嫌いだったもんね、トムランドは好きじゃん、うん、うん、エスやん、タンさん、ビリビリに感じたんじゃない、でもパパのタンさんはちょっと嫌だ、何パパの炭酸、あ、炭酸水、炭酸水ね、うん、まあ苦手な人いるね、しょっぱいっていうもんね、ミネラルはそう感じ、うん、甘くないからやる、うん、甘かったパパだって飲んでない、うん、病気になるよね、うん、ずっと飲んでたらディズニーランド行きたいんだよ、そろそろ涼しくなってきたし、うん、ホテル泊まりたいから、昨日ね、やってたのよテレビで、ミラコスタ、うん、うん、ファンタジースプリングスホテル新しくできた、うん、だからラプンツェルいくらすんの、一番安いお部屋で確か4人で泊まって1泊8万円くらいなのかと、ほう、もうでもホテルに行かずしてそんな感じない、うん、泊まりたいの、今から予約したら来年だと思う、そんな、うん、来年だと思う、え、ミラコスタ、うん、見たじゃないですか、うん、あの、え、来年のいつぐらい、2月ぐらい、1月2月よ、そんななんだ、いっぱいよ、まあ、ポコッと急に開くとかあるかもしれないけど、土日まで無理よ、うん、高いし、平日でネイランジョの学校が何かで休みの時とかとか、まあ1年生が普通で休みするか日月、うんうんうん、うんうん、ね、友達の子ね、ズレ休みしてね、あのね、あそこ行ったんだって、レゴランド、うん、レゴランドどこだった、名古屋、名古屋、でもあんまりこのね動画回してる我が家が堂々とずる休みしていくもんねまあ仕事ってことで、仕事なんだろうかでもさ、でもよ、うん、5年生とか6年生になっちゃったらまあ休めない、まあね、うん、1年生だから1日ぐらいさ、その1日の勉強と家族の思い出だったら、まあ、確かに家族の思い出の方が大事な、そんなイベントもあるかもしれない、うん、あ、しょっちゅうしょっちゅう休んでどっか行くのは良くないです、うん、でもあれだね、うん、そんな先々とって、ね、あ、雨とかだったら最悪だね、開けておいて、あ、やめなのさ、開けるだけで呼吸はしない、そんなに、だって降ってたことある、イベントごとで、うん、私そんな思い出ない、雨女ではない、うん、だからもう普段の貧乏くじがえぐいから、うん、たまに行くそういうのは降らない、先生だったさ、幼稚園のあの先生、誰だ、うん、担任の先生、うん、うん、うちの親の先生、うん、その時の先生さ、うん、雨女だよ、あ、そうなの、すごい明るくて晴れ女っぽいのに、うん、だって外出たら前雨ザーって降ってきた、外出たら降ってきた、え、それは雨女だ、それはえぐいにゃん、そこまでの、外出た瞬間にザーって降ってきた、そこまでの人は見たことない、すごい、先生出たら雨じゃんっつって、
もう雨の神様なんだよでも雨降らないと困る人もいるからな。そう、わかる。じゃあ傘作ってる人は雨降らないと困るじゃん、傘売れないから、うん、困る、困るじゃん、傘売れないじゃん。まあ日傘作るかもしれないけど、ね、農家の人困るじゃん、野菜作ったりお米作ったりする人、うん、ジョールでありまし、ジョールで大変だな、そりゃ腰痛くなっちゃうわ。そんな量じゃないもん、だってジョールであげれるぐらいの量じゃないもん、だってみんなが食べる量作るんだよ、家族4人だけが食べる分作るわけじゃないんだよ、何万人もの人の分作るんだもん。だから雨降らないと困る人いる、わかる、わかんない、本当はわかってるけどわかんないって言ってんでしょ。お外の植物とかだってずっと雨降んなかったら困っちゃうじゃん、喉乾いたってなっちゃうよ、外の植物。ジョールであげる、え、この全部ジョールであげれるの、雨降んなかったらさ、みんなお風呂入れなくなるよ、トイレも流せないよ、水飲めないよ、川の水飲む、川の水なくなっちゃう、雨水が溜まってるな、これか、食べ物食べ、食べ物どうやって育てんの、雨がなかったら育たない、鼻くそ食べればいい、鼻くそも出ないよ、雨が降らなかったらカピカピになっちゃってね、パパ出るよ、出ないよ、ママに似ちゃったな、なんでママなんだ、自分でどっちに似てると思う、ママかパパか、パパ、パパに似てると思う、どういうところが、自分のネイランドのこういうとこパパに似てるなって思ったことあるの、イボが汚いとこ、イボないじゃん、イボないくせに人のイボを捕まえて汚いっていうのやめてもらえる、捕まえてどういうところがパパに似てると思う、歯、歯、歯が茶色いところ歯茶色くないよ、二人とも歯茶色くないの、茶色い、大きい声出せない、茶色くないよ、コーヒー飲む、コーヒーは飲むよ、それママだって大好きだよ、コーヒー、でもパパの像がママホワイトニングやってるからそれが似てるって言ってるのに、自分でネイランドも茶色いの、そう、みんな変に誤解するよ虫歯なのかなと思われる、虫歯なんかないじゃん、でも性格とか似てるよね、あ、なんかボトッと落ちたよ、服汚れたんじゃない、汚れてない、性格、手に落ちたんですよ、性格が誰に似てるって汚してるよ、やっぱり性格はママに似てんじゃない、あ、喋り方がママに似てるか、性格はパパか、ちょっとトントンなんて、もうちょっと前で食べなさいよ、終わった、うん、じゃあ